one of my YouTube subscribers, Mr. or Miss Aframaza, wrote to me as follows. Hello, Hiroshi. You are correct that Aframaza is an alien. He is an Anunnaki. I cannot understand a word of Japanese, but your English descriptions of arm, leg assist devices are quite odd. These depictions, reliefs, are artistic. The artist simply tried to depict how mighty and strong these very tall and mighty Anunnaki beings were or are, so the musculature is accentuated with many sculptures of gods and heroes. こんにちは、ヒロシ。アフラマズダーがエイリアンというあなたの説は正しいです。彼はアヌンナキです。日本語はよくわかりませんが、あなたの説、つまり彼らの腕や足が補助装置を必要としていたという説は大変奇妙です。つまりこれらのレリーフに残る表現は芸術的なものです。当時の芸術家たちがこうした神々が巨大で力強かったことを表現しようとしただけです。で、筋肉の部分を神々や古代の英雄についてことさら強調しただけです。広瀬林、浜祭り、ジャパン。で、アフラマズダーという生きていた人はアヌンナキ、つまりエア、延期であると多くの人によって決定づけられています。その中には延期の姉妹のニンフルサグ、延期の補助者であったニンギシュジッダなども含まれています。これらの人々がホモサピエンス、つまり人間を創造しました。彼らは何十万年もかけて7種類の人間を作りましたが、それらはすべて破壊されてしまいましたが、7回目に創造した種類だけが残りました。アヌンナキの一部はこの地球に残っていて、舞台裏で人間を操作していますが、彼らが地球に戻ってくるのは時間の問題です。あなたはこの地球に土着しているレプタリアン種族についてもっと勉強することができます。つまり彼らは人間に対して敵対的ではありません。彼らは実際には地下計画あるいは地下組織においていろいろな政府と一緒に仕事をしていて、地球の軌道上や地球にいる ET の情報をその都度教えてくれています。土着レプタリアン、つまり地球人種には女性がいて、その女性はアヌンナキ aka エロヒムについて語っています。そして2000年にスウェーデンでインタビューに応じています。彼女は人間の間ではラセルタと呼ばれています。そのことはラセルタファイルという情報になっていますので、あなたもそれを読むことができます。彼女はスメール文書の内容と一致しているのみならず、人間に対して好意的な地球に住むレプタリアンと一緒に仕事をしたことのあるフィル・シュナイダーやトーマス・コステロの情報とも一致しています。彼らは人間がアヌンナキ、つまりエロヒムによっていかに作られたかということに気づいています。私たちの合衆国政府はトルーマンやアイゼンハワーを通して間違った ET 像を作り上げてしまいました。善意のアヌンナキたちは人間に対して核を使わないフリーエネルギー技術と交換に核の研究を停止するように申し出てきましたが、これらの大統領は悪意のある ET に対して私たち人間を
売り渡したのです。で、今がその結果で、私たちはその結果に苦しんでいます。アヌンナキはアイゼンハワーに面会しましたが、核への野望を止めるのを願わなかったこともあり、最後にはアヌンナキを倒してしまいました。その時やってきたアヌンナキというのは善意のアヌンナキ、つまり延期一派でしたが、悪意のアヌンナキというのはエンディル一派のことを言います。エンディルというのは延期の兄弟で、人間を絶滅することを望んでいます。彼こそがヤーウェ、つまり聖書に出てくるエホバで、真の悪魔で、決して神ではありません。エホバ P ヤーウェは真の邪神です。私たちの政府はグレー、つまりレプタリアン種の ET との交渉をやめてしまいました。なお、ここで言うグレーというのは地球在住型のエイリアンではありません。アメリカ政府が交渉しているのはダコレプタリアンとその仲間のグレーです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家もですね、アンヤリの戦いの絵の中にそのレプタリアンの顔を隠し絵の形で描き込んでいました。左下の赤丸の人物に注意してください。一見すると人間のようにも見えますが、この中に隠し絵の形でレプタリアンの顔が描いてあります。注意深くご覧ください。ちょうど今中央にやってきましたけども、この黄丸で囲んだ部分にその顔が描き込んであります。右が法隆寺に所蔵されています侍像の像です。で、その像の顔と左のダ・ヴィンチの描いたレプタリアンの顔を比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのような形でですね、1500年後のイエスはアンギャリの戦いの絵の中に実はレプタリアンの顔を描いたということになります。この緑で着色した部分に注意してください。一見すると人間の顔のようですけども、その顔の向こうに、つまりは騙し絵、隠し絵の形でこのようにレプタリアンの顔を描いていました。先のアフラ・マウダーさんの説の根拠といいますか、基礎になっているのがラセルタファイルと呼ばれるファイルです。ラセルタファイルというのはですね、一人のスウェーデン人が2000年にレプタリアンの女性から得た情報をまとめたファイルを言います。3時間にわたってインタビューし、それをファイルにまとめたというわけですけども、まさしく膨大な量の情報ということになります。こうして今そのラセルタファイルが紹介されていますが、内容は一人のスウェーデン人の人がですね、レプタリアンの女性に質問し、その質問にレプタリアンの女性が答えるという形式になっています。何しろ膨大な量のファイルです。A4 ページにして300ページ以上はあるのではないでしょうか。そのため冒頭の一部だけを翻訳して皆さんにご覧いただきます。質問、まず最初に、あなたは誰で何ですか。あなたは外惑星人で、あなたの生まれはどこですか。この惑星、つまり地球ですか。あなた自身の目でご覧になった通りです。
私はあなた方のような人間ではありません。正直に言いますが、私は決して哺乳動物ではありません。部分的には私は哺乳動物のような体つきをしていますが、それは進化の結果によるものです。私は爬虫類型の人間の女性です。大変古いレプタリアン種族に属しています。私たちは土着型、つまりこの地球の住人で、この惑星に数百万年以来住んでいます。私たちはあなた方が言うところのキリスト教の聖書のような書物の中にも書かれています。そして古代の人間の中には私たちの存在に気がついていて、そして私たちを神として崇拝していました。例えばエジプト人、インカ人、それに他の古い種族の人間たちです。あなた方のキリスト教はあなた方人間の創造について私たちの役割を誤解しています。あなた方の書物の中では、私たちはですね、邪悪な大蛇となっているなどが、これは間違っています。あなた方人間はエイリアンによって遺伝子的に操作されたのです。つまりあなた方人間の進化において、それを加速させるためにあなた方の遺伝子を私たちが多かれ少なかれ訪問したというわけです。すでにあなた方人間の科学者たちの中にも気づいている人がいるように、人間の進化が自然な形でたった200〜300万年でここまで来たということをあなたは知るべきです。こんなことはありえません。というのも、進化というのは、もしそれが自然なものであるなら、もっとゆっくりとしたプロセスで進みますが、あなた方はそれを理解していないのです。あなた方人間の創造は人工的なものです。そしてそれは遺伝子操作によってなされたものですが、それをしたのは私たちではありません。別のエイリアンです。もしあなたが私が外惑星人かと聞いたなら、私の答えはノーです。私たちはこの地球に住む土着人種です。私たちは太陽系の中にもいくつかのコロニーを持っていますが、しかしこの地球で生まれ育ちました。事実この地球は私たちのものであって、あなた方地球人のものではありません。絶対にあなた方地球人のものではありませんでした。と、以下同じような形式で質問答えが続きます。続く質問ではですね、あなたの名前は何ですかと、スウェーデン人の方が聞いたのに対してですね、そのエイリアンはこう答えています。つまり答えようがありませんと。ということはですね、音声、音波、波長が違うということですね。それでそれらしい音を作って人間に聞かせたのですけども、人間には理解できなかったようです。ということで、ラ・セルタ・ファエルの話はここで止めておきます。あとはそれを裏付ける資料があるかないか、さらに言えば信憑性はどうかということになると思います。つまり後の判断は皆さんにお任せするとして、一応ここで止めて、あとはペンディングということにさせてください。また新しい証拠が入り次第皆さんにお届けいたします。 Bye for now。
The ETs who came to Earth needed space suits or mobile suits on this planet. I, Hiroshi, reckon that they could not withstand the atmosphere and gravity of the Earth, and that is expressed by Japanese Dogu or clay figurines called clay figurines with shading excavated around Kamegaoka, Aomori Prefecture, Japan. These clay figures wear a kind of snow goggles on their eyes. It is probable that they could not withstand the bright sun rays of this earth either. And together with this fact, there are two statues in Florence, Italy, made with the same concept as the clay figurines. They are now displayed at the entrance of the Medici family. There are thousands of years between these two facts. One is in Aomori, Japan, and one is in Florence, Italy. Beyond the thousands of years, they are so similar to each other that I, Hiroshi Hayashi, have decided that they are representations of the same exoplanet. The statues that decorate the Medici family depicts a small exoplanet apparently wearing a mobile suit. In other words, the Japanese shading clay figurines are small exoplanets who wore mobile suits. へやってきた外惑星人たちはこの地球上では宇宙服、つまりモバイルスーツを必要としていました。地球の大気重力に耐えられなかったものと私林博士は判断しています。そしてそれを表現したのが日本の青森県亀ヶ丘周辺で発掘されている遮光器土偶と呼ばれる土偶ということになります。これらの土偶は目の上に遮光器を身につけています。この地球の眩しいばかりの太陽光線に耐えられなかったからではないでしょうか。そしてその土偶と同じコンセプトで作られた像が2つイタリアのフロレンスにあります。メジチ家の玄関に飾られていると言われています。これら両者の間には数千年という年月があります。その数千年という年月を超えて互いにこれほどまでに類似しているというところから私は同じ外惑星人を表現したものであると判断しました。メジチ家を飾っている像には明らかにモバイルスーツを着ていると思われる小さな外惑星人が表現されています。つまり日本の遮光器土偶なるものはモバイルスーツを身につけた小型の外惑星人だったのです。広島浜松市ジャパン。Once again, take a closer look at these photos from the beginning. Then, have a watch carefully for yourself and make your own decision. Thank you.もう一度最初から注意深く写真を見比べてみてください。そして皆さん自身の目で判断してみてください。
で、さらなる検証が続きます。ここに表現されているのはエイリアンということになるわけですけども、ここまで精緻な像ということになるとですね、つまりエイリアン作ということになるのではないでしょうか。そこでこの、まあ、像に表現されているこの図柄ですよね。でこれは ET たちがですね、私たち人間に残したメッセージではないかと私林浩司は考えています。ただ残念ながら図柄がですね、いまいち明瞭じゃありませんので、現在フロレンス在住の私の協力者の方にですね、さらなる、まあ、写真、精細な写真が手に入らないかどうか問い合わせているところです。またその写真が手に入りましたら、まあ、続いてですね、この絵の分析をしてみたいと考えています。今はこの程度で失礼します。バイ。As to the strange military trophies of the Medici Sacri City, it writes that the two military trophies executed by Silvio Cassini, a close pupil of Michelangelo, were part of the early project for the decoration of the new Sacri City, which was left unfinished in 1534 due to theLatter's definitive move to Rome. メジチ家礼拝堂の門前にこんな像が飾られています。大変奇妙な像です。その像について増田恵子さんよりこんな報告が届いています。法隆寺にある侍像に激似の高さ80センチほどの像を2体をイタリア・フィレンツェ・メディチ家礼拝堂の入り口手前の廊下で見つけました。まるで礼拝堂を守る軍隊のように鎮座していました。ご検証くださいと。右は私林浩司がもう5年以上も前に法隆寺の目録の中から見つけた侍像です。大変よく似ています。増田恵子さんへ情報ありがとうございます。実はこの像の存在は知っていましたが、当時は出所が不明でしたので、誰かのいたずらではないかと考え、またその範囲で私の動画の中で紹介していましたが、メジチ家礼拝堂と知り改めて驚いています。ダヴィンチもこの像のことを知っていたものと思われるからです。ありがとうございました。林浩司より。レオナルド・ダヴィンチなる画家がその下絵を描いたとされる The Battle of Angeri、 アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言ってよいほど多くの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その中の一つがこの男の顔ということになります。一見すると人間の顔のようにも見えますが、この顔の中にもやはり騙し絵、隠し絵が仕込んでありました。これは視聴者の一人の方がですね、指摘してくださったんですけども、この男の顔はですね、つまり法隆寺に残る侍像の顔にそっくりであるというのです。今赤枠をつけてみましたが、この部分を拡大し色をつけてみます。すると左上のような顔が浮かび上がってきます。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその顔がですね、右上の法隆寺に残る侍像の顔と一致しますが、ここまでだけなら偶然ということになりますが、
左上のような像も見つかっています。そして今回増田恵子さんの方からですね、左上の像が目地師家の礼拝堂の前にあったというのです。しかもこの像を作ったのがミケランジェロの弟子ということになります。ということはひょっとしたらダ・ヴィンチもこの像を見ていたということになります。そしてその像をですね、アンギャリの戦いの絵の中に描いた可能性もあるということになります。ともかくもこのような形でですね、メジチ家の礼拝堂の前の像とアンギャリの戦いの絵の中に隠し込まれたいわゆるレプタリアン像の顔と法隆寺に残る侍像の顔がつながりました。何かの関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。ただ一つだけはっきりしていることはですね、これら三者は一様ですけども少なくとも人間ではないということです。
As to the Battle of Angeri, it is widely said as follows. Sometime around October 1503, Leonard was commissioned to paint the mural of the Battle of Angeri for the Sala del Gran Consiglio, the recently rebuilt Great Council Hall of the Palazzo Vecchio in Florence, during the first years of the city's Republican government. An ambitious painting, Leonard used a type of plaster which he read about in a book by Pliny, with the unfortunate result that the work he had barely begun was irreparably ruined. Problems started as soon as Leonard placed his brush to the wall at 9 a.m. The weather turned bad, the sky opened, and it rained then on until nightfall. The sudden humidity liquefied the paste held in the cartoon in position as Leonard lifted his hand to start work. The cartoon slid to the floor and tore. 1503年の10月頃のことだったと言われています。ダ・ヴィンチがフロレンスのプラゾ・ヴェッキオの広間を飾る絵画を制作し始めた時のこと。プリニーという人の本によればこんな事件があったそうです。午前9時ごろ、その日もダ・ヴィンチが絵画の制作に取り掛かろうとしていた時のことです。突然天候が悪くなり、空が裂け夜になるまで雨が降り続き、その雨の湿気により絵を支えていた漆喰がドロドロに溶けてしまったというのです。そのためその絵は床に滑り落ち裂けてしまったと。そんなわけで現在ダ・ヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いの絵は残っていません。残っているのは別の画家たちがコピーしたコピー画ということになります。で、その中の一枚が今皆さんにご覧いただいているペトロ・パウロ・ルーベンスの描いたコピー画ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。調べれば調べるほど謎めいた絵、それがレオナルド・ダ・ヴィンチが原画を描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言っても過言ではないほど多くの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。500年間誰もそれに気がつきませんでした。そして最もよく知られているそのコピー画はあのペトロ・パウロ・ルーベンスの手によるものだと言われています。今皆さんがご覧いただいているのがそのコピー画ということになります。まず皆さんに気がついていただきたいのは向かって右側に書いてある竜です。ここに描かれているのは竜ということになります。注意深くご覧ください。そしてそれに対してですね、左下にはラム族、つまりサーペント族のエイリアンの顔が描かれています。一見すると若い兵士の顔に見えますが、下半分に着色してみるとその顔はラム族、つまりレプタリアン族のエイリアンの顔に変身します。つまり右側にサーペント族、左側にラム族を
廃したということになります。左下は法隆寺に所蔵されている侍像と呼ばれている像です。その顔と一致します。が、最もこの絵の中で重要なポイントはここにあります。矢印の部分に注意してください。馬の下敷きになり、一人の男性が倒れているのがわかります。頭からは血を流しています。が、これは血ではありません。降臨、つまり神の降臨を表しています。その隠し絵ということになります。逆さまにしてみるとそれがわかります。つまり血に見せかけた降臨ということになります。つまりここに描かれているのは神ということになりますが、この神の手の向かって右側、左手の甲には聖痕が正確に描かれています。つまりここに描かれているのは処刑された替え玉イエスということになります。 by 森本聡さんの発見です。全体として見ると、この絵は中央で2つに分かれ、つまりはサーペント族、竜族とラム族、つまりレプタリアン族の戦いの様子を表現したものだということになります。その証拠に中央の2頭の馬のような動物に注意してみてください。向かって右側の動物は、これは馬ということになります。がしかし向かって左側の動物は馬らしからぬ馬ということになります。顔、そして耳の表現の仕方に注意してください。向かって右側の動物は馬であるとしてもですね、左側の動物は何かということになりますが、レオナルド・ダ・ヴィンチは他方で奇妙な動物の絵をたくさん描き残しています。絵がやや不鮮明で見にくいですけども、馬らしからぬ馬ということになります。これは本当に馬なのでしょうか。まあ、絵がですね、不鮮明などで残念ですけども、どうもこの地球上にいる動物ではないように思われます。まあ、こうした絵もですね、レオナルド・ダ・ヴィンチは別の場所で描き残しているということです。まあ、こんな恐竜に似た動物も描き残しています。まあ、そうしたことも考え合わせるならばですね、向かって左側の動物はどうも馬ではないのではないかと私は判断しています。で、今日の動画のいよいよ本題ということになります。今矢印で示した向かって左側の人物に注意してください。結論を先に話します。この人物こそがイエス・キリストの自画像ということになります。そしてこの絵全体としてですね、まあ替え玉のイエスを踏み殺されたイエス、本物のイエスがですね、怒り狂って、まあ、右側にいるローマ軍およびラム族に抵抗している絵ということになります。それについてはこれから順に説明していきます。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern currents of occultism,
Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from? And most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure?I, Hiroshi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself, most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. Baphomet とは誰なのか?議論が続いていますが、私、林Hiroshi は、Baphomet はルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広し林、浜松セリー、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少しわかりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンヤリの戦いの絵の中に描いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。これは何なのでしょうか。一見すると羊のようにも見えますが、まあヤギということになりますね。あるいはこの地球には存在しない動物かもしれません。ともかくも、この両者、すなわちサバジオスの手のひらに書かれた、表現された動物と、それからアンヤリの戦いの中に書かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見するとカトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤンに近い動物ということになります。これら三者は同じと、私、林博士は判断しました。そしてそれが、バフォメットの顔へと繋がっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら四者は、同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしくサバディオスの手ということになります。こうしてまた元に戻ります。そして同じ手を、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこのイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバジオスの手をしています。こうして一貫性、一連性を持ってサバジオスの手、そして、ヤニ、それからバフォメットと繋がっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博士説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへと繋がっています。すなわち、バフォメットはイエス自身であったということになります。
Baphomet! The king of Satan is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originated from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet, the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet, つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずもローマ軍によって殺されたために激怒していると私、林博士は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこには、ヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバフォメットの基本形となりました。同じようなものがシスティーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして至るところに羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしくバフォメットの姿になります。つまりこのような形で、1500年後のイエスはアンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして右がイエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、
フリジアンのサバジオスをサバジェフと表す。まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そしてサバジオスの手はいろいろな形で表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスはそのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてゾラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、三本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち隠れユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように、左にサバジオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、そのうちイエズス会のシンボルマーク、そしてイルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手がバフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に神々は見かけで選んではいけません。あえてこのような姿にしたというところにイエス自身の隠された意図があると私、林博士は判断しています。そしてサバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の向かって左側の子供もやはりこのサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにしてハンドサインを通してイエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。ソーブ、誘拐、そして、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に、私、林博士は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについては、このように説明されていますが、結論を先に言えば、どこに起源があるのか、未だに何も分かっていないということです。
いわゆるオカルトのシンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるペーター像です。このペーター像の向かって左側、イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形でミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス、そして左もイエスということになります。これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが書いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。これら両者の絵が描かれた時には、まだダ・ヴィンチは生きていました。すなわち、ダ・ヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギャリの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカッシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この称号もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のコブ、大きく突き出た顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナルド、そしてミケランジェロが人間との接点で、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そしてその上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス、そして右の方が
ペロッキャンが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度今日のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に惹かれて、そして今生きたいようとしているのは、いわゆるプロキシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆる替え玉ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッティとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッティの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、カッシナの戦いに戻ります。上がカッシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は、同じ人物だということです。そして、上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そして、これら人物は、顔においてですね、違いがないという点で、同一人物なわち、イエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆるまあ後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分では絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。ペーター像についてもそうです。そして、これが2000年前のイエス。そして、右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは、替え玉のイエスということになります。そのことを、イエス自身が、このアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今、向かって左側のまあ、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると、1500年後のイエスは表現したということになります。それに対して、イエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは地球にいる動物ではありません。おそらく、1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまり、この絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い黄色い部分が人間の世界。兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。
ここが重要ですから、もう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度暗槍の戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そして暗槍の戦いのこの向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか、もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそがイエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく1500年後のイエスはそのシンボルを羊に見せかけてシスティーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしくバフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そしてそのバフォメットはサバディオスの手をしています。つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに下がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフォメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。で結論ということになります。暗槍の戦いについてウィキペディアは次のように簡単に説明しています。ダヴィンチは暗槍の戦いで軍旗を激しく奪い合う兵士たちや軍馬の衝突を描いたと、それだけです。つまり何も分かっていないということですね。で、あのジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝においてダヴィンチの暗槍の戦いの描写の素晴らしさを称賛していると。暗槍の戦い、まさに謎に満ち溢れていますけども、私林浩司は次のように判断しています。この絵は向かって右側と向かって左側、つまりラム族とサーペント族の戦いを
表したものであるとです。で、竜とそしてレプタリアンの像がその中に描き込まれていると。そして左上人物のはですね、1500年後のイエス自身の自画像であり、その胸にはまさにバフォメットの紋章を身につけているということです。つまりバフォメットイコール1500年後のイエス・キリストということになるのではないでしょうか、ということでこの動画の結論とさせていただきます。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。 Bye for now. Holy Bible, Genesis chapter 1:26-28 writes as follows. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. 神は自分の姿に似せて人間を創造したと言います。では神自身の真の姿はどうであったのでしょうか。広林浜松セリジャパン。今ご覧いただいているのはマヤアステカで発掘されたアーティファクトです。中が空洞になっていて大変メカニックな作りになっています。これはロボットなのでしょうか、それとも人間なのでしょうか、それとも神なのでしょうか。
円筒形の筒の中に入っています。それと同じエイリアンがフラットウッドで目撃されました。右がフラットウッドモンスターと言われているエイリアンです。そして左がストダーナ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマのお父さんです。その像とフラットウッドモンスターの像が酷似している点に注意してください。一般には左の像は苦行中のブッダと言われていますが、私林博士は左の像はブッダの父親のストーダーナ・ガウタマの像であると判断しています。それはともかくも左の像と右のフラットウッドモンスターが酷似している点に注意してください。頭の先も後頭部で尖っています。そしてよく見ていただきたいのは、共に目の中に目があるという点です。あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっているのかもしれません。しかしこの両者は酷似しているというレベルを超えて大変よく似ています。フラットウッドモンスターを縦張りにした図です。右がまあ言うなれば宇宙服、左が宇宙服を脱いだ姿ということになります。余計なことですが、左の宇宙服を着たフラットウッドモンスターは日本の縄文土偶とも酷似しています。フラットウッドモンスターというのは1952年アメリカのフラットウッドに現れたエイリアンのことを言います。それについてのビデオは26分30秒後前後から皆さんにご覧いただけます。それはともかくも、そのフラットウッドモンスターとストダーナ・ガウタマの像が大変よく似ているということです。ここではまあよく似ているというレベルの話になるかもしれません。左がフラットウッドモンスター、右がストダーナ・ガウタマ、つまりシッダルタ・ゴータマ、つまりブッダのお父さん父親ということになります。がここまで似ていると偶然の一致とはとても言えないのではないでしょうか。言い換えると、右のストダナ・ゴータマ像、つまりブッダの父親の実像は、つまりは左のようなエイリアンのような姿ではなかったかということにもなります。フラットウッドモンスターの目はまさしくトカゲの目ということになります。ストダーナ・ゴータマ像はいくつか見つかっています。そして右がフラットウッドモンスターです。もう一度比べてみてください。そして今回これからお見せするもう一枚のストダーナ・ガウタマ像の写真が手に入りました。それを皆さんにご覧いただきますが、目の中に目がある点に注意してください。一番右の写真がその写真です。これは人間の目ではありません。いくら痩せていてもこのように目の中に目がある顔にはなりません。神は自分の姿に似せて人間を創造したと言いますが、似せただけであって同じにしたとは言っていません。つまり人間と神は似ているけれども違う、その違う点がこの写真の中に読み取れるのではないでしょうか。そういう意味ではこの写真はとても貴重な写真だと私は考えています。 Bye for now。It's my honor to make an announcement hereby of
20 million accesses to my videos, for which I thank all of you very much. 今日、動画へのアクセス数が2000万件を超えました。皆さんに感謝します。ありがとうございました。広し林浜松テリージャパン。Another possibility is that Saint Jerome is shedding off his skin instead of wearing a vile suit. もう一つの可能性として考えられることは、セント・ジェロームがバイオスーツを身につけているのではなくて、脱皮しているかもしれないということです。ここではセント・ジェローム脱皮説について考えてみます。Excess is a sort of an act of molting or shedding an outer cuticular layer. All reptiles shed their skins, referred to as excess, in a manner that differs from species to species. ある種の動物は自分の体が成長していくにつれ、その外皮がまとまって剥がれることがあります。それを脱皮と言いますが、昆虫を含む節足動物、爬虫類、両生類などに見られます。広し林、浜松セリー、ジャパン。1500年後のルネサンスに現れたイエス・キリストはアンドレア・デル・ベロッキオの名前でこんな絵を描き残しています。セント・ジェロームの絵と言われています。その絵の首のところにはですね、奇妙な横ラインが走っているのがわかります。この黄色い枠で囲った部分に注意してください。この矢印のところに奇妙な横ラインが走っているのがわかります。このラインは何かということですね。この横ラインに注意してください。全体に明度を上げたり下げたり、あるいはコントラストを上げたり下げたりしていますが、部分的には何も手を加えていません。で、こうして見るとですね、この横ラインのところで上半分と下半分がですね、風合いが違うのがわかります。注意深くご覧ください。この横ラインは何かということで、今日もう一度検証し直してみることにしました。このラインは何かということです。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度繰り返します。これは1500年後のイエス・キリストが書き残した絵画ということになります。絵画というよりは写真から起こされた絵ということになります。頬のところなどにはですね、汗腺、つまり汗の穴の一個一個まで丁寧に描いてあります。描いたというよりも写真です。で、これがイエス・キリストの自画像であると私、林博士は判断していますが、彼は誰なのか、何なのか、そしてどこから来たのか、この絵を検証すれば、それがわかると私、林博士は判断しました。その謎を解く鍵が、この横ラインにあると私、林博士は判断しました。ということで、もう一度、この横ラインに注意して、見てください。この横ラインですね。上半分と下半分に分かれています。で、私は以前、この横ラインはですね、下半分が
バイオスーツではないかと判断しました。何かしら薄い、まあ、バイオスーツのようなものを身につけていると判断したわけです。で、もう一度、イエス・キリストは少なくとも人間ではなかったという視点で、この絵画を検証し直してみることにしました。この横ラインは何かということです。そこで皆さんに4枚の絵をご覧いただきます。1枚目は岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の中に描かれている聖母に注意してください。向かって左側、聖母の右手の人差し指に注意してください。聖母の右手の人差し指は、この子供、つまり一般にはイエスと言われている子供の皮膚の下に潜り込んでいるのがわかります。聖母の右手の人差し指に注意してください。一般にはこれは衣というふうに理解されていますけども、これは衣ではありません。私、林博士は神秘と判断しました。注意深くご覧ください。つまり、聖母の人差し指は、この子供の神秘の下に潜り込んでいるということになります。注意深くご覧ください。そして、腹の部分にも注意してください。これは衣服ではありません。線が途中で消えている点に注意してください。衣服ではありません。このように、まあ、この子供の皮膚はですね、まあ、神秘がめくれるタイプの子供であったということになります。左上がトカゲの、まあ、脱皮している様子です。そのトカゲの、まあ、神秘と、まあ、脱皮の皮とですね、子供の腹に描かれている、まあ、林博は脱皮している皮と判断しましたけども、それと比較してみてください。まあ、大変よく似ているというよりも、写真のように正確に描かれているのがわかります。同じように、足の皮にもそれが表現されています。足の皮も、まあ、めくれているということですね。で、別のトカゲの写真を見ていただきますけども、やはり同じように表現されているのがわかります。まあ、この絵もですね、右下の絵も、写真技術を使って描かれた絵ということになります。ともかくも、まあ、このように、脱皮する、まあ、子供がですね、岩窟の聖母の中に描かれているということです。二枚目の絵は、聖アンナと聖母子と一般には呼ばれている絵です。この絵の中の手前の人物に注意してください。手前の人物の右手の先に注意してください。この手前の人物の右手の先は、やはり同じように子供の皮膚の下に潜り込んでいるのがわかります。注意深くご覧ください。この、まあ、皮膚、つまり、これを私は林博士は神秘と判断しましたが、やはり同じように皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。つまりこのような形で、この子供もこういった皮膚を持つ子供であるということを示しています。3枚目の絵は一応ミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いの絵です。これもやはり1500年後のイエス・キリストが描いた絵ということになります。ミケランジェロという操り人形芸術家を通して発表したということになります。この絵の中には自分の皮を剥いでいる人物が何人か描かれています。服を着ているのではありません。自分の皮を剥いでいます。これは異難なイスターです。ズボンのような皮膚をですね、やはり剥いでいるのがわかります。そしてこの人物も
ズボンのように見えますけども、ズボンではありません。皮膚ということになります。そして、右下には、この人物が描かれています。靴下を履いているのではありません。皮膚を剥いでいます。そして、頭には、鼻冠をつけています。つまり、この人物こそが、この群像の中の王であることを示しています。そして、この人物がですね、1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。それについての動画はつなげておきますから、またそちらをご覧になってください。これがイエス・キリストの自画像ということになります。そして、4枚目の絵は、ジョルジオ・ヴァサーリの描いた絵画です。この絵もまた大変奇妙な絵です。向かって左側の人物に注意してください。そして、この人物が持っているものに注意してください。そこに描かれているのは直角定規とコンパスです。つまり、フリーメイソンのシンボルマークとなっている直角定規とコンパスと一致します。つまり、このような形で、ジョルジョ・ヴァサーリもまたですね、自分の立場を鮮明に表現したということになります。が、それだけではありません。この絵の中の他の人物にも注意してください。この人物の背中には、ヒレが描き込まれています。影になって見えにくいのですけども、明度を上げてみますと、そこにヒレがあるのがわかります。つまり、この人物はレプタリアンであることを示しています。ヒレがあります。で、この絵の中に描かれている他の人物にも一様にヒレがあるのがわかります。ヒレです。つまり、このような形で、ジョルジョ・ヴァサーリはですね、ここに描かれているのは皆レプタリアンであることを示しています。そして、そのヒレと同じものをですね、ミケランジェロも描いています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中のノアと三人の息子の中の絵の中にも描かれています。が、ここで大切なことは、こうしたヒレのある人物をジョルジオ・ヴァサーリも描いているということです。そして大変奇妙なことに、そのヒレの描き方はミケランジェロの描いた絵の描き方と全く同じであるという点ですね。直角定規とコンパスを持った左の人物とですね、まあ、こうしてヒレのある人物を対照的に描いたということになります。で、今言いましたように、左がミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、システィーナ礼拝堂のノアと三人の息子の絵ですけども、全く同じヒレが、同じ方法で、同じ色使いで、同じ感じで描かれている点に注意してください。ジョルジオ・ヴァサーリも、ひょっとしたら、1500年後のイエス・キリストの操り人形であった可能性が高いということになります。まあ、直接的な証拠はまだ分かっていませんけども、私は同じと判断します。その証拠の一つが、まあ、このヒレということになります。左がですね、ミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、人物のヒレ、そして右がジョルジョ・ヴァサーリの描いた、まあ、人物のヒレということになります。色も描き方も全く同じであるということですね。まあ、唯一もう一つの可能性があるとするならば、ジョルジョ・ヴァサーリがミケランジェロの絵を真似して描いたということです。まあ、その可能性があるがゆえにですね、ジョルジョ・ヴァサーリもまたその1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったとは断言できないということになります。まあ、しかし、こうして比べてみるとですね、一人の画家の、つまり1500年後のイエスの、まあ、描き方の癖が
出ているように私は思います。で、その人物、右側の人物の腰のところに注意してください。腰のところに注意してください。ヒレがある人物のこの腰のところには、奇妙な、やはり一見すると透明の衣服のようなものが描かれているのがわかります。もちろん、ルネサンスの時代には、このような透明な衣服はなかったはずです。この人物の腰のところに、つまり、レプタリアンと思われるこの人物の腰のところに、このようなものが描かれています。で、結論ということになります。4枚の絵をもう一度皆さんにご覧いただきます。岩窟の聖母の中のマドンナの指先に注意してください。皮膚に潜り込んでいます。そして、聖アンナと聖母子の絵の中の手前の人物のこの右手に注意してください。やはり、まあ、腹の下にですね、手が潜り込んでいるのがわかります。そして、私、林博士が、1500年後のイエス・キリストと判断したこの人物もですね、足の皮をベローっと剥いでいます。そして、4枚目のジョルジオ・バサーリの絵を見てください。腰のところに、奇妙な、まあ、ものが描かれています。つまり、これら4枚の絵の中に描かれている、まあ、衣服のように一見すると見えるものは、すべて神秘、皮ということになります。そして、それと同じものが、アンドレア・デル・ベロッキオなる画家が描いたとされる、セント・ジェロームの首のところに描かれている、というふうに判断できるのではないでしょうか。このセント・ジェロームの首の下のラインと、そして他の4枚の絵と比較してみてください。つまり、このような形で、まあ、1500年後のイエス・キリストは、自分の正体を明かしたということになります。繰り返します。この首の下に描かれているのは神秘ということになるわけですね。つまり、このような神秘を脱皮するタイプの、まあ、人間、つまり、ハイブリッド、ヒューマノイドということになります。この絵は、絵というレベルを超えて、写実的というよりも、極めて精緻に描かれています。これこそ、まさに、1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。そして、そのイエス・キリストは、少なくとも人間ではなかったということですね。彼は何なのか、彼は誰なのか、彼はどこから来たのか、この首のラインが、それを示すと言いますか、イエス・キリストの正体を示す一つの手がかりとなるということです。この矢印のところをもう一度皆さん確認してください。このラインは何かということですね。つまり、このラインこそが1500年後のルネサンスに現れたイエス・キリストの正体を示すラインということになります。このラインに注意してください。もう皆さんお分かりですね。これは何なのか、何のためにこのラインが描かれているのか。ということで、今回もう一度セント・ジェロームの絵を検証し直してみました。そしてもう一度、このセント・ジェロームとして描かれている人物の表情を見てください。大変気品があり、気高く、そして威厳があります。知性的で、その眼差しには深い人間愛を私、林博士は感じます。1500年後のイエス・キリストは、こういう形で自らの自画像を写真技術を使って残したということになります。イエス・キリストは少なくとも人間ではありませんでした。今や私たち
人間はそれを受け入れる時期に来ているのではないでしょうか。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. We are visited a mystery of the Flatwood Monster. この事件が気になりましたので調べ直してみることにします。1952年の7月12日から29日の間にかけてですね、ワシントン市周辺で UFO の目撃事件が相次いで起きます。ジェット機がUFO を追いかけるという事件も起きています。そういう流れの中で7月19日、UFO の編隊がワシントン市上空に現れます。で、この事件で、まあ注意って言いますか、注目すべきは、その当時の映像が残っているということですね。これがその映像です。で、時のトルーマン大統領がアインシュタインに電話をかけてどうしたらいいかと。そういった相談をしているわけです。それに応えてアインシュタインは絶対に攻撃してはならないと。彼らの知的能力は人間をはるかに超えているからというようなことを答えたと。まあそういった話も今に伝わっています。で、フラットウッドモンスター事件がその2ヶ月後起きます。西バージニア州のフラットウッドで起きた事件です。この時3人の子供が、まあエイリアン、いわゆるそのエクセトリシャルね、ビーングに、異星人に遭遇します。まあ、そういった事件なんですけどもね、これがフラットウッドです。まあ、場所は特定できませんでしたけども、フラットウッドで調べますと、ここへやってきます。田舎町ということがわかります。で、ここにエイリアンが現れたというわけですね。で、その事件の、まあ、あらましを今日皆さんに読んでいただきますけども、1952年の9月12日のことです。で、まあ、目撃した人たちのですね、証言をもとにこうした絵が作られました。まあ、有名な絵ですね。よく知られた、フラットウッドモンスターの絵です。で、その時の様子を、と言いますか、概要を訳してみました。
ということが、まあ、事件の概要です。で、英語にはガンスモークという言葉があるんですね。いわゆる日本風に言えば、火のないところに煙は立たないという意味なんですね。まあ、ともかくもこの事件は大きな事件となり、本も書かれ、そして大騒ぎになったわけですね。で、結果的に言いますと、フクロウを見間違えたんだということで、事件は収拾したということになっています。まあ、先ほどの、まあ、論評した人の意見によりますとね、現地調査をした結果なんですけども、フクロウは無農家の人たちは見たことがないというようなことを言ってるそうですね。言っていたそうです。まあ、こうした想像図といいますか、いろんな絵も描かれ、そしてこの少年たちも写真に収められていると。そしてまあ、見た人の証言をもとにこの絵が生まれたわけですね。で、この事件がなぜ私気になったかってことになります。まあ、気になったかということなんですけども、実は昨日法隆寺を調べていました。これが法隆寺ですね。奈良ジャパンです。で、法隆寺の仏像をもう一度見直してみたのです。で、この仏像を見てですね、この形が気になったって言いますか、思い出したって言いますか、光輪っていうのは丸い輪になったのと、それから光線を放ったのと2種類あるんですけども、この、まあ、光輪って言いますか、まあ、以前から気になってたんですけども、どうしてこんな形をしてるんだろうってことはちょっと気になってたわけですけども、まあ、ちょっと他の光輪、ハローとは、形が違うわけですね。で、この形がですね、いわゆるまあ、フラットウッドモンスターの背景に、まあ、現地の人たちは、これはスペードの形ってことを言ってますけどもね、スペードの形、トランプのスペードの形のようだって言ってますけども、それと似てるってことで、まあ、関連性があるのかないのか、今の段階では何とも言いませんけども、ひょっとしたら、関連性があるのではないかということで気になって今回調べてみたわけです。まあ、ここでは結論出ませんので一度ここではペンディングにしておきます。やがてまた証拠が出てきますのでね、その時にまた照合できると思います。で、もう最後にフラットウッドモンスターの話をですね、詳しい話がウィキペディアに載っていましたので皆さんに紹介します。
以上がフラットウッドモンスターの全容ですね。まあ、どう判断するか、どのように考えていくかということは、今の段階では何とも言えませんが、事件そのものは私はあったと判断しています。で、この形が法隆寺の仏像の、まあ、形と似ているということですね。以上です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!